たった5分で必ず効く、くびれ間違いなし、しかも全身の脂肪燃焼アドバンスです。まずは皆さんの、右手を床につけてですね、足をこう重ね合わせて座ります。ちょうど足の後ろが90度ぐらいにしましょう。この足と、ね、そしてお尻が今こう同じラインにある感じにします。そしてその腕もそのじゃあラインに行くように、まあ、大体1個2個3個ぐらいのところに腕を置くようにしましょう。腰なので今下の手と、ね、みんなの右手とお尻と足が一つのラインに乗っかってるようにしますね。では上の足をストンと落としてもらえますか。ストンと落としました、ね、ではもう一つの手を使ってこうやってね、体を上げていきます。足首はちょっと軽く曲げておいてください。で体をこうやって上げた時に膝を伸ばしてこうサイドプランクの形になりますね。ロングプランクですね。これかなりこの状態で今ここに来ております。ここです。 OK。 なんで今下の足はサイド、この横のエッジにあって、前の足は内側のエッジで立ってる。なんで足の裏はちょっとこう向こうを向く感じにしておきましょう。この下で大地を思いっきり押しています。上の手はこういう上に引っ張ってもらってるような感じ。お腹をキュッと引っ込めて、お尻もキュッと入れて、前と後ろがサンドイッチ。そしてここに来ています。それ以外にもいろんなところに来ています。さらにここからできる人は下足を重なり合わせます、okay? そしてできる人はこれピラティスのスターですね、片足上げてきます。きつい、頑張れ、汗が吹き出してくる。5、4、3、2、1、 OK、 下ろす。きつい人はこの両足ついててね。じゃあさらにいける人はこうやってね、中に入れます。上の手を中に入れ込んでお尻を上げる。そして上に出す、吐いて入れる、吸って、下の肩しっかり安定させてね。吐いて入れる、吸って上げる、吐いて入れる、吸って上げる。もう一回吐いて覗き込む、吸ってあげる。 OK、 降りてください。あ、汗が吹き出してきちゃった。これね、手首が痛い方はこれは、腱鞘炎の方はちょっとこれはできませんね。でその方は、前のもう一個の方をやってください、はい、では今度こっちね、お尻と重なり合わせた足、そして手がまあ大体1個2個3個分ぐらい同じラインに全部あります。膝が90度はしっかり開いてるようにしてください。膝裏ね。で、まあ、上の足をトンと下ろしますね。ではもう一個の手も使ってうまく支えていきます。そしてこうやって両手を押しながら立ち上がるようにして、膝を伸ばして体を上げてきます。その時にちょうど手が肩の真下にあるように、そして手のひら全体を使って床をしっかり押して上の手を伸ばします。体をまっすぐに伸ばしましょう。ここに来ているはずです。 OK、 これでもう十分な方はこれでもいいんだけど、足と足を重なり合わせて、さらにできる人はスターに入っていきましょう。スター、上の足を上げます。その時に下のお尻が下に落ちてしまわないように、お星様スターの形ですね。全身を、手足も伸ばしているし背筋も伸ばしている状態、前と後ろサンドイッチ。 OK、 じゃあ前の足をこう上の足を前に置いて、今度クロスかけてきます。空気をしまい込むようにして吐いて、こう中に入れます。吸って上げます、okay? 手を、目線を追いましょう。吐いて吸って上げます。今かなり来てるのがこの下のサイドウエスト、吐いてくびれを作りたい部分。吸って上げます、吐いて床押し続けて、吸って上げます。元上がってくるたびに天井に伸びて、下の手から下の肩から圧取ってあげる感じ。吐いて中に入れて、吸って上げます。もうこれだけでもう全身むちゃくちゃ使ってる。OK、 じゃあ軽く膝を曲げて、降りるまで油断しないで降りてください。
ウエストをくびれさせたいときに、あと全身の脂肪をわーって燃やしたいときによくやるエクササイズです。無理は必ずしないで、これかなり上級だから、他のエクササイズやって、ちょっとこれチャレンジしてみたいかなと思ったらやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。